元ヤクルトのエースで天才左腕、最速156キロを誇る速球派で数多くの三振を奪い、何度も日本一に貢献。そして何より大舞台でも一切動じることのない図太いメンタルが魅力の石井一久。今回はそんな石井一久にまつわる面白エピソードを50個紹介していきます。千葉県に生まれ、幼少期は喘息持ちだったことから父に勧められて野球を始めたという石井。父親がヤクルトスワローズ OB だった石岡幸三といとこ同士である縁もあり、幼少期からヤクルトに親しみを感じていた。しかし当の本人は野球には興味が全くなく、無理やりスパイクを履かされて半ば強引に野球に連れて行かれていたが、中学になると野球を離れサッカー部に所属し、本格的にサッカーに打ち込んでいた。中学3年の時に最後だからという理由で出場したクラブチームの大会で2本のホームランを放ち、野球を続けることに。高校では投手に転向し、甲子園出場はならなかったが、3年の時、夏の千葉県大会予選4試合で52奪三振を記録した。普通の練習よりも球拾いの方が好きだった石井は、その理由を、散らかっているのが気になるからと話す。その姿を見た後輩は先輩であることに気がつかず、石井と間違えて呼び捨てにしてしまうこともあったとか。相手が悪ければボッコボコにされてもおかしくない状況でも、石井は全く気にする様子はなく球拾いを続けていたそう。夏の県大会5回戦では銚子商業高校に0対1で敗れ、高校で野球をやめようと思っていた石井だが、プロ野球全12球団のスカウトからは、10年に一度江夏豊に匹敵する左腕と高評価を得て、スカウトが大勢来たことにより他球団争奪戦の末プロ入りを果たしてしまう。後にテレビ番組笑っていいとも出演時、野球は向いてない、サッカーがやりたかった、知らないうちにプロ野球選手になっていた、両親は喜んでいたけど僕は嬉しくなかった、などと皆が羨むほどのプロ入りを果たしたにもかかわらず、当時本人の心境は違っていたことを明かしていた。ドラフト会議では石井の生まれが千葉ということもあり、地元球団であるロッテからの熱烈な誘いが会議前日まであったようだが、石井は一向に首を縦に振ることはなく、後の番組で、なんかあの時はロッテに行きたくなかったんですと意味深発言をしていた。さらにロッテと石井側の押し問答はドラフト前日まで続き、もし指名されたら社会人野球に行きますのでと言い放つほど、石井はロッテへの入団を拒否していた模様。さらに YouTube 番組で当時阪神からもオファーが来ていたことを明かした石井は、本当は石井くんが欲しいけどチームの編成上今年は野手を指名しますと言われたんです。大阪桐蔭で4番を打っていた萩原が阪神から1指名を受けたんですけど、まあ後々考えたら絶対僕を取った方が良かったですけどねと言い、新興の博多花丸に阪神行きたかったんですかと聞かれると、即答でいや行きたくなかったですと答え、阪神が自分を1位指名しなかったことを根に持っていた模様。ヤクルトへの入団を決めた理由については、当時監督を務めていた野村監督には興味はなく、ヤクルトの立地に興味があった、暮らしやすいからと話し、周囲を驚かせていた。巨人の大スラッガー松井秀喜は、石井さんが先発の時には前日から憂鬱だったと振り返り、若い時は一番嫌だったと語った。その理由を、コントロールが一番良くなかったからとはっきり言われてしまう。松井秀喜が1年目の時、オープン戦で石井と対戦した時は、本当にまっすぐに見えたと言わすほどのキレッキレの変化球を投げ込み、盛大に腰を引かせていた。石井も当時まだ2年目で1軍定着もしていなかったこともあり、1軍か2軍かもわからない選手がこんなボールを投げるなんて、すごいところに来たなと驚愕させた模様。1997年9月2日、横浜戦に先発した石井は4回までに4四球を与えてしまうものの、3回終了時点でベンチに座っていた伊藤智人にノーヒットノーランができそうと宣言。しかし当時左肩痛のリハビリプランとして球数制限があったことを明かしており、快挙まで6人のところで変わりましょうかと野村監督に直訴した。そんな石井に対して、アホ、めったにないチャンスなんやからと野村監督の説得もあり、続投を決定し、
あっさりとノーヒットノーランを達成してしまう。石井本人は、大したことじゃないですよと最後まで異次元のクールっぷりを披露していた。ちなみにこのノーヒットノーランが当時のシーズンで自身初完投だったが、試合後には自分の記録よりもチームの勝利の方が嬉しいですけどねと余裕のコメントが残っている。石井の持ち味は高い奪三振率にあったが、ノーコンとしても有名であり、ヤクルト当時同僚の古田はストライクゾーンに入れるか外すかしか指示ができなかったと言い、配球どころではなかった様子。流れに逆らわないように自然体で生きるのが石井のモットーだそうで、キャッチャーのサインに対しても納得がいかなくても素直に従っていたことを明かしている。また何か練習に対して指示されると、その場では一応素直に従うが、指示した主がいなくなると従わなくなるなど、荒波を立てないような性格であったことを語っていた。プロ入り後、ヤクルトの監督を野村克也監督が務めていたことは石井にとって幸運だった。野村は選手を型にはめるような画一的な管理はせず、それぞれの個性に合った育て方を目指すタイプであったため、これについて石井は、僕のことは甘やかしてくれた。そのおかげで自分は伸び伸びとプレーができ、一軍でも結果を残すことができたと語っていた。野村は石井の才能を高く買っており、1992年シーズンは未勝利に終わったにもかかわらず、日本シリーズ3戦目に石井を先発起用した。結果は4回2失点で敗戦投手になったものの、高卒新人のシリーズ登板は巨人の堀内恒雄以来26年ぶりのことだった。勝負どころの3戦目に起用するほど期待があったに違いない。2007年に日本最速で1500奪三振を達成した際にも、野村は物が違うと手放しで石井を褒めていた。しかしそんな周囲からの期待に石井が応えたかといえば、実はそうでもない。野村のヤクルト監督在任中、95年と97年のリーグ優勝と日本一に貢献しているが、次々と三振を奪う一方で四死球や暴投も多く、不安定さを拭えなかった。常にマイペースな性格も頼れるエースのイメージからは程遠く、野球については好きとか嫌いではなく、あくまでも仕事だからとの姿勢は終始変わらなかった。石井はライバルという存在を考えたことがなく、少なくともチームメイトは友人という意識だった。2000年、石井は元フジテレビアナウンサーの木佐彩子と結婚をするのだが、その結婚会見にて、夫人の得意料理は何ですかとの問いかけに対して、生野菜と夫人赤っ端のコメントを披露してしまう。結婚してから夫婦喧嘩は一度もしたことがないという石井夫婦。木佐は、うちには男の子が2人いて、数は長男と思えば腹も立たない、そう思えば自分がストレスフリーになれるし、数は別に問題児だとは思わない、子供にしてはちゃんと稼いでいるからと夫婦円満の秘訣を話し、さらに木佐が、じゃあ来世も一緒で、来世は一緒にいたくないという理由はないでしょと言うと、石井は、一緒になれるかわからないよ、だって来世は人間じゃなく僕はカブトムシかもしれないと石井らしいやり取りをしていた。周囲からは歩くグルナビと評されるほどのグルメ通であり、後輩選手には美味しい店を教え回っていた様子。そんな石井はある時、牛タンを食べる夢を見ながら夫人の耳たぶにかぶりついてしまったことがある模様。石井のいたずら好きは有名で、人の着メロを勝手に変更したり、勝手に GPS 登録をしてストーカーまがいの行為を働き、今家に帰りましたねふふふと発言してみたり、された方は恐怖でしかなかった。2001年の日本一決定時には、本来であればキャッチャーの古田が当時抑えだった高津に抱きつくはずのところ、キャッチャーフライだったのをいいことに、石井は嬉しさのあまりにベンチからフライングして飛び出し、高津に最も早く抱きついてしまった。当時の若松監督の胴上げ時には、足側を高く上げるといういたずらをチームメイトと共に敢行。これが前代未聞の宙返り胴上げとして今でも語り継がれている。長期間左肩痛に悩まされていた石井は、騙してプレーしていてもしょうがない、悪いところはきちんと治そうと決意したと、1996年に手術のために渡米、アメリカに滞在しながらリハビリ生活を送っていた。当時日本人投手は
体にメスを入れるのを極端に嫌がる傾向にあったが、石井自身はその不安よりもなぜか異国の地での言葉の問題の方を気にしていた。手術は無事に終わり、リハビリの甲斐もあって回復も順調に進み、石井は1997年5月に帰国し、実際にマウンドに立ったのは6月2日の巨人戦だった。肩は実際上り調子ではあったが、ベストと言える状態ではなかった。しかし野村監督も先発完投にとらわれず投球数で見てくれたことで、まずは1回の登板に対し100球をめどとして、ここで焦らずピークを9月から10月に持っていけばいいと言ってくれた。だから石井も先発投手ということに対し無用なこだわりは捨てて、最後に日本一になればいいと考えるようになった。この海外生活によってメジャーに行きたいと明確に思うようになり、オフには今まで具体的な夢を持ったことはなかったけど、初めて描いた夢がメジャーだったと語った石井は、2002年にポスティングシステムを利用してメジャー移籍を果たした。渡米会見では、妻が幼少期から7年間ロサンゼルスに住んでいたことから、僕の妻はカリフォルニア人ですとジョークを交え爆笑を誘った模様。メジャーリーグでは当時どのように思われていたかと問われると、基本僕に対する評価は日本と一緒でしたね、ぼーっとしてるみたいな、自分でも笑ってしまうほどマイペースだったと振り返っていた。石井は番組でつば九郎について言及し、つば九郎は沖縄キャンプでも頑張ってましたよ、お酒とか毎晩飲んでましたと話すと、一緒に出演していた芸人に、石井さん子供も見てるんでと言われ、あの鋭角なくちばしで飲むんですと返し、でもつば九郎はよく休憩するんですよ、膝とお尻が汚れているのでと、なぜかつば九郎のキャラクターを崩壊させようと暴露話を披露していた。メジャーでのとある試合中、味方の攻撃中にトイレで寝ていることがあり、登板のない日は最終回まで寝てたこともあったということを暴露されてしまい、ダメジャーリーガーと形容されてしまう。さらに別の試合では睡魔と戦いながらプレーしていたという石井、ここに布団があれば熟睡できるかもと感じるほどに睡魔に襲われながらプレーしていたことがあると暴露。しかしその試合は8回まで投げて1失点というクソ完璧な出来だった。現役終盤でのウォーミングアップについて、もうめんどくさいんで9球くらいしか投げてなくて10球も投げてなかったですと驚きの発言をし、9球を倍にして18球投げたところで勝てるんだったら倍にするけど、勝てるかどうかもわからないしと、それで肩は作れるんですかと聞かれ、作れます、コーチからは短と言われていたけどと当時のアップについて語った。2006年1月20日に古田敦也が選手兼任監督に就任したヤクルトに年俸2億4000万円プラス出来高6000万円の2年契約で復帰。背番号は自身が過去につけていた16をつけ、シーズン通して外れることなく先発ローテーションを守り11勝を挙げた。しかし2007年は安定感を欠き、9勝10敗、防御率 4.16 に終わった。石井は新たな環境を求めて移籍を決意し、理由としては新しい友達を作りたかったからと開運何でも鑑定団で大胆発言した。2010年頃からはヒーローインタビューにてファンへの一言を求められた際に、犬のペロを飼い始めたことを明かし、以来ヒーローインタビューではペットの近況を報告していた。西武移籍後の2022年6月22日の対オリックス戦で、2回オリックス北川博俊のピッチャーライナーが石井の足に直撃。しかし跳ね返った打球が奇跡的にファーストに、アウトとなり奇跡のヒールパスとなった。2013年に引退を決意した理由について石井は、マンネリ化してきたからと話し、周りからもうすぐ200勝達成できたのにと言われても、なんで200勝ってこだわるんですか、僕何勝でしたっけ、182勝したら別に良くないですか、200勝したら人生素晴らしいかと言われたらそうでもないと答えた。野球人生の一番の思い出はお友達がたくさんできたことと語り、10勝するより10人の友達と記録より強烈なインパクトを残す選手として現役生活の終わりを迎える。
引退セレモニーではセグウェイに乗ってグランドを一周しており、その理由は歩いて場内を一周するのが長すぎるからだった。西武時代に一番頑張ったことは？と聞かれ、通勤ですと答えた。現役生活で積み上げた通算勝利数は182であり、残り18勝で大台に到達していたにもかかわらず、周囲に200勝すれば迷宮会入りの資格がもらえるのにと言われても、迷宮会はお年寄りの集まる集団だからと興味なし発言を放ってしまう。引退後は自らをゆるキャラと称し本を出版。出版インタビューでは、小学生の頃からゆるく野球をやってきたように思われがちだが、本人は下手は下手なりに努力してきたと語り、自分はたまたま野球では努力が報われるタイプだったようで、報われない努力もある。だから早めに見切りをつけた方がいい場合もある。でも大切なのは見切りをつけるまでは一生懸命努力することと、信念とゆるさのメリハリの大切さについて語っていた。ジャンクスポーツでは、司会の浜田雅俊と石井がアメリカ・フロリダを訪れ、ヤンキース・イチローに行ったインタビューの模様を伝えたが、その中で石井は、イチローの網には緊張感があったと話し、え、一緒に行った？と驚いたイチローは、またご飯行こうねって軽い感じで言うんです。でも行く気ないんですよ、この人。僕そういうの大嫌い。全然そんな気ないって後になってわかる。だから、この人とは親しくしていない大きな理由ですときっぱり。親しさの裏返しか、本当に怒っているのか言われ放題の石井だった。2023年からは楽天取締役 GM を退き、監督に専任することが発表された。3月6日には背番号を現役時代に使用していた16に変更することとなった。ということで、今回は石井和久にまつわる50個の面白いエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。